マルクス主義と唯物論。三木清。一。言葉は魔術的な働きをする。ある人々にとっては、唯物論の名は、すでに最初から何かいかがわしいもの、汚らわしいものを暗示する。彼らはその名を聞くとき、肩を揺すぶり、十字を切って去り、それを真面目に相手にすることをさえ、何かなすまじきやしきことであると考える。 それにもかかわらず事故の唯物論としてはばかるところなく主張するマルクス主義は、もはや誰も見逃すことのできぬ現実の勢力である。一般に現実を回避することによって思想の高貴さを示そうとするものは、ただ単にしか事故を装うのみであり、かえってたまたま彼の施策の強打と怠慢等を暴露するに他ならない。 かつて哲学はフランス革命に対する感激によって著しい進展を遂げたように、今はまたそれは何らかの仕方でマルクス主義と交わることによって、おそらく現在の無生産的なる状態を脱し得るであろう。マルクス主義はそれ自身たき多様なる意味において語られる唯物論の長い歴史の列に属している。人々はこれに特に近代的唯物論の名を追わせている。 この時完成られた近代的とは正確には何を言うのであるか。マルクス主義はそのいかなる構成のゆえに、そもそも唯物論として自己を規定するのであろうか。この問いを正しく捉えようとする者は、唯物論の名とともに不幸にも最もしばしば連想されているところの、一は理論的見解に関する、他は実践的態度に関する、 唯物論の科の二つの形態を遠くに追いのけておかねばならない。マルクス主義は第一に生理学的唯物論ではない。それは意識の現象が脳髄の物質的構造そのものから導き出され、もしくは思想が、あたかも尿が腎臓から排泄されるように、人間の脳髄から分泌されるというがごときことを説くものではない。核のごとき唯物論は、 それをマルクスが刑事上学的と名打って排斥した等のものである。ところでまたマルクス主義は第二に倫理学的唯物論でもない。それは人間の一切の行為を物質的欲望の満足と個人的幸福の追求とに従属せしめようという主張ではないのである。マルクスはこのような快楽主義的、功理主義的思想に対してて厳しい攻撃を加えており、 それについては常に無別と憎悪と思って語っている。18世紀風の粗雑なる、粗やなる唯物論がどけられた後に、我々はまずいかにして、マルクス主義的唯物論のために、現実の地盤を獲得すべきであろうか。我々はすでに、唯物史観の構造を規定する人間学が、プロレタリア的基礎経験の上に立っていることを論述した。 したがって近代的唯物論がまた実に近代的無三者的基礎経験のうちにその理論の具体的なる根源を有するということを明白なら占めることが我々の現在の課題でなければならぬであろう。私はこの課せられた問題を十分に解決し得ることを期待する。私の意味する基礎経験とは現実の存在の構造の全体である。 現実の存在は常に歴史的必然的に限定された一定の構造的連関において組織されている。存在の組織、アリストテレスの言うタウ外シーガ外ジは最も原始的にはそれらの全体を構成する契機であるところの人間の存在と自然の存在との動的創積的統一のうちに横たわっている。それが現実性においてある限り、 人間は自然における存在すなわち生であり、そして自然はこの性に関係して限定されてゆく存在である。基礎経験が我々にとって構造づけられたまたは組織づけられた存在、従ってまさに現実の存在そのものを意味する以上、人々はこの概念によって何者かの意識もしくは体験が直接に表現されていると考えてはならない。 私が無三者的基礎経験というとき、私は特に無三者の体験する、あるいは無三者のみの体験し得る意識を言っているのではない。かえって私はそれによって特殊なる構造ある現実の存在そのものを指しているのである。人は基礎経験の名において何よりも存在的なるものを理解すべきであって、決して意識的なるもの、従ってまた関連的なるものを理解すべきではないのである。 むしろ私は意識的なるもの、関連的なるものが一定の構造と組織とを有する。それゆえにこそまさに存在は運動し、発展することができる。存在の運動と発展の過程において初めて、現実的になるということを主張したいと思う。基礎経験の、基礎とは、このものが主樹なる意識形態の根底となって、それを規定することを表すのである。 現実の存在そのものを特に、経験と称するのは、先にも記したごとく存在をそれ自体において完了したものとみなすところの、従ってそれを特に運動において把握することなく、かえって性的なるものに固定する傾向を含むところの、素朴実在論から我々をできる限り節然と区別するためである。隠して基礎経験とは、 相互に自己の存在性を規定しつつ発展する諸景気を有する、動的なる、全体的なる存在に他ならない。しかるに存在を組織づけ、構造づけるものは、根本的には人間の存在の交渉の仕方である。この交渉の仕方そのものは歴史的社会的に限定されているのであって。無三者的、とはこのような交渉の仕方のいわば一つの歴史的類型であり、 またそれによって規定された現実的存在そのものの歴史的なる性格である。それゆえに我々はそれをおそらく正当に存在の歴史的範疇の一つに数えるであろう。さて無三者的基礎経験の構造を根源的に規定するものは労働である。無三者は感性的実践として特性づけられる交渉の仕方をもって存在と交渉する。この 彼らがそれをもって、またそれと共に働くところのものは、もし労働ということがその本質を維持すべきであるならば、彼らの心の映像というごとき観念的なるものであることができない。実践はそれの存在においてそれの対象が実践するものとは異なる他の独立なる存在であることを本質的に必然的に要求する。そうであるから、 最も徹底した観念論者であったフィヒテにあってさえ、自我は自己の。実践的なる、本質を発揮するために、自己の克服すべき。抵抗として、自我ならぬものを要請し、隠して必然的に被我を定立するに至ると考えられた。むしろフィヒテは自我の実践的なる根本規定から感覚、従って感性的なる世界を演繹した。 人間が実践的に交渉する限り、彼の働きかける存在がそれの存在において空無なる影であることは不可能である。もとよりフィヒテにおいては、実践はどこまでも英知的活動であったから、自我が自らの抵抗として定立する悲願もなおかつ観念的なる性格を失うことがない、と彼は指示することができたのであった。これに反して、我々にとって実践は、 労働として、それ自身人間的感性的活動であるがゆえに、核のごとき交渉の仕方においてその存在性をあらわにする存在は、最後まで独立なる、感性的にして物質的なる存在の他に何者でもあり得ない。労働はあらゆる関連論を不可能にする。フォイエル・バッハは言う。関連論の根本欠陥はまさに、それが世界の客観性または主観性に関する。 実在性または非実在性に関する問題を、単に理論的な立場から提出し、そして解決するところにある。けれど実際には世界は、それが意思の存在に対する、また所有に対する意思の拡大であるのゆえをもってのみ、もともと初めて、母性の拡大なのであるアスタリスク。心のほかに世界が実在するか否か、 そしてこの世界が完成的物質的であるか否かの自弁的なる問題は、労働において存在と交渉する者にとっては、問題となることさえできぬ、一つの原始的なる事実において解決されてある事柄である。アスタリスクファーバック、ユーバースピリチュアリスマス・ウント・マテリアリスマス、ベソンダーズ・イン・ベジー・ハング・アウフ・ダイ・ウィレンズ・フレイハイット、大事21、216。 ところで労働において自然と構造的連環に立つものとして人間はまた彼自身感性的存在でなければならぬ。彼は彼の物質的な力をもって絶えず自然に働きかけ、各交渉することにおいて直接に彼は自己の存在を感性的として把握する。すなわち労働は自然を感性として、そして人間をまたかかるものとして構造づける。 この場合人は感性を抽象的に理解してはならない。それは感覚そのものもしくは純粋感覚というがごときものを意味するのでない。かえって感性とは存在の、存在の仕方の概念である。それは魂または意識そのものの作用を言うのではなく、むしろこの現実的なる人間の、存在。私は魂ではなく、かえって人間である。 と、プルタークの失われた書の断片の中ですでに一人のギリシアの哲学者が言っている。が、その存在の現実性において存在する一つの特殊なる仕方を示すのである。人間は言うまでもなく精神物理的統一体である。この存在を感性的として規定するとき、それは感覚主義的観念論の立場を取るものでは元よりないが、 しかしながらまたそれは精神から絶対に分離された物質を解く機械的唯物論の立場に組みするものでも断じてない。心理は唯物論でも観念論でもなく、生理学でも心理学でもない。マリはただアントロポロギー、人間学、であるアスタリスク、とホイエルバッハ入っている。彼は抽象的な観念論や唯物論に反対して、 具体的なる、人間学的なる立場を支持する。単に霊魂が考えたり、感じたりするのでないと同じく、また単に脳髄が考えたり、感じたりするのでない。意識とはかえって全体的な人間的存在の具体的なる存在の仕方に他ならない。マルクスが、意識、ダスビューストセイン、とは意識された存在、ダスビューストサイン、 以外の何者でも決してありえないといったのはこの意味に介されねばならぬであろう。総じて精神と物質とを絶対的に対立せしめ、その一つを排してその他を立てる思想はいずれも抽象的 C の産物にすぎぬ。そこでまたフォイエル・バッハは記している。人間を体と精神に、感性的本質と非感性的本質とに分離することは、ただ一つの理論的なる分離である。 実践において、生において、我々はこの分離を否定するアスタリスクアスタリスク。実践において生きるマルキシストは観念論者であり得ないとともに、抽象的な意味における唯物論の恥者であることもできないであろう。かくて唯物論と観念論の問題は、物質から意識を、導き出し、もしくは C から存在を、永縁する、というがごとき、 それ自身すでに刑事上学的なる見地から放たれて、他の地盤に移されねばならぬ。マルクス主義はいかにして、具体性を失うことなしにしかも唯物論であり得るであろうか。答えはすでに与えられている。存在は人間がそれと交渉する仕方に応じてその存在性を規定するのであるが、人間はまた核のごとく交渉する仕方に即して直接に事故の本質を把握する。 それゆえに労働をすなわち感性的物質的なる実践において存在と交渉するところのものは、自己の存在の存在性あるいは存在の仕方を感性的物質的として理解せずにはいられないであろう。マルクス主義の有意物論に言う。ものと破格して最初に人間の自己解釈の概念であり、我々の用語が許されるならば、一つの解釈学的概念であって、 純粋なる物質そのものを意味すべきではないのである。労働こそ実に具体的なる唯物論を構成する根源である。アスタリスクファーバック、ワイダーデンデュアリスマスボンレーブウントセーレ ETC、外事340。アスタリスクアスタリスク OP ドット使ト外事345。労働はその一層具体的なる規定において生産である。 しかるに近代的なる生産はその様式において特に社会的である。マルクスは経済学批判の除雪の首目に言っている。社会において生産しつつある人々が、従って人々の社会的に規定された生産が言うまでもなく出発点である。スミスやリカードがそれをもって始めるところの、 個々の孤立的な漁夫や漁夫は、18世紀の想像力なき空想に属する。我々の研究は現実には存在せぬ一個の抽象体であるロビンソンをもって始めむべきでなく、社会において生産しつつある人間を出発点とすべきである。人間は彼ら相互に一定の関係に入り込むことなくしては生産し得ない。彼らは彼らの活動を相互に交換してのみ生産する。 社会的である限り、私はいつまでも単に私として留まることができない。その活動において相互の間に作用し合う限り、我は何時となり、何時は我となる。私は私に対しては我であり、同時に他の人に対しては何時である。私は主観であるとともに客観である。それゆえにフォイエルバッハの次の言葉は正しい。 現実的な我はただそれに何時が対立するところの我であり、そしてこのもの自身は他の我に対しては何時であり、客観である。しかるに観念的な我にとっては、客観一般が存在しないように、いかなる何時もまた存在しないアスタリスク。我と何時との統一として人間の現実性は初めて成立する。人間は一つの総合的概念である。 私はただ主観客観、サベックトオブジェクトとしてあり、C 氏、いや、感覚するアスタリスクアスタリスク。しかしながらこの時、主観の総合、もしくは統一、エインハイットというのは、両者の同一、アイデンティットガイジテ T と直接には等しくないのである。ロマンティックのいわゆる同一哲学所定系、アイデンティットガイジ実システム、 は主観と客観との絶対的な同一性を主張した。これに反して、我々にとってがと何時、主観と客観はどこまでも互いに相い異なる他の存在である。もしそうでないならば相互の間の実践的交渉は不可能であろう。そしてあたかもその理由によって人間は、社会的存在として、主覚の総合である。私は、 私の存在の現実性の最後にして最初の根拠から、本質的に私を私以外の他の存在に関係させる存在であり、この関係なくしてあり得ない。このようにして各々の人間の存在が主観、客観であり、そしてその意味において独立的であるならば、そこにはもはやあらゆる客観を生産するものとしての、もしくは支持するものとして関連的な絶対値が、 または純粋意識はどこにも存在すべき余地を乱し得ないであろう。社会的生産はあらゆる種類の絶対的関連論を不可能にする。アスタリスクファーバック、ユーバースピリチュアリスマスウントマテリアリスマス ETC、外事、214。アスタリスクアスタリスクエブド、215。2。人間が社会的に生産することにおいてそう交渉することによって、 ここに一つの著しい現象が生まれる。すなわち意識の埋没がそれである。従来の唯物論が処理するに最も苦しんだところの、従ってそれらの全てに対してあらゆる機会において試金石であったところの。意識の問題は、この現象を根本的に把握することによってのみ無理なしに、具体的に解決され得ると私は信ずる。 現代の認識論の中心問題は意識である。意識がむしろ今の哲学にとって唯一の、あるいはすべての研究対象を形作っている。それはいかなる哲学も必ず取り扱わねばならぬ、最初にして最後の問題であり、それゆえに自命なる、永遠なる問題である、と考えられている。しかしながら、 我々にとって自命なるものは多くの場合我々にとって悪しき因縁であるものであるに過ぎず永遠なるものは時として我々にとって宿命であるものを意味する。我々破格のごときものを支配し得る位置に身を置くのでなければ、我々の学問、また我々の性を発展させることができない。現代の哲学は意識の問題に対してそれを自由になし得る優越なる立場を発見し得るのでないならば、 おそらく身動きのならぬ、もはや前進することのできぬ状態に固着されてしまうであろう。この状態を脱却するためには、哲学は我々が歴史的破壊的方法と名付けようと発する特殊なる方法に従って、事故の道を開拓してゆかねばならぬ。け出し一切の存在は歴史的であり、 歴史的なる存在はすべて我々を解放することから我々を圧迫することにまで必然的に転化する矛盾の存在である。この矛盾を歴史的必然性の根源において把握することが我々の要求する方法であるアスタリスク。アスタリスク我々の学問にとって最も重要な意義を有するこの方法については他の場合に承論されるであろう。 あらゆる存在は発見された存在である。いかなる存在も元々から単純にあるのでなく、我々が歴史においてそれに出会いそれを乱してあるのである。意識が哲学の中心に現れてきたには歴史がある。外的社会的生活の一切を排して個人の内面的生活に唯一の、 最高の価値を置くキリスト教の宗教的態度において意識は初めてその存在において捉えられたのである。宗教的関心の要求に従って、内的世界の実在性と独自性等を明らかにし、意識の事実の無限なる豊富さをあらわにしたのはアウグスティヌスであった。隠して発見され鮮明された意識は、デカルトに至って知識、ことに数学、 力学等の認識の確実性の基礎づけに対する関心によって著しい変容に出会った。アウグスティヌスにあっては、意識はそれが精神生活にとって何者かを意味する限りにおいて解明されたに反して、デカルトの意識の解釈は絶えず学的認識に対する支配的なる関心によって導かれているアスタリスク。カントはさらに、 彼においてはまた数学的自然科学の普遍妥当性の権利づけがその中心問題であったのであるが、この関心からそれまでは、存在の領域、出会ったところの意識を意識一般の概念のもとに、主観として解釈し直した。それとともに主観はもはや存在の一つであることをやめて、 むしろあらゆる存在を向かうに回してそれを統括するという普遍的意味を負うものとなった。最近においてフッサールの現象学は、彼にとっても数学や形式論理学の認識の理念性のモデルである。デカルトの物心に言論を廃棄しつつ、 しかも意識を、アウグスティヌスの場合ではその最も根本的なる規定は神と関係させられて恐怖や欲望としてあらわにされたところの意識の存在を、デカルトのコギトエルゴサムの方向に徹底して解釈するとともに、このものに全ての存在がそれに還元されるという普遍的意味を担わせている。このようにして、もともと宗教的内面性とのつながりにおいて見出され、 その意味においてその存在を規定された意識は、その後次第にその根源を離れて、純粋なる理論、それも主として形式論理学、数学、自然科学等の基礎づけをなすべき任務を負わされて、ついにその視点からのみ根本的には解釈され、鮮明されることになったアスタリスクアスタリスク。この転写、アムデュートングの過程において意識は次第に普遍的意味を獲得した。 けれどこの普遍的意味は、マルクス的用語における。妖怪的対象性、ジェスペンスティージ・ジェジェンスト・ガイジ・のリッチ・カイット、のうちに横たわっているに過ぎない。かつて人間の性を解放する役目を持っていた意識は、今はそれの固定された妖怪的対象性によって我々を見動きもならず支配する。意識は今や矛盾の存在である。 マルクス主義的唯物論はこの矛盾の解決でなければならぬ。アスタリスク・デカルトとアウグスティヌスとの対立を、デカルトと彼と同時代に生きていてアウグスティヌスの思想に繋がっていたパスカルとの対象において眺めることは、我々にとって教訓大きいことであるであろう。説著。パスカルにおける人間の研究参照。 アスタリスクアスタリスク現代の心理学もまた主致的傾向から自由でない。そこでは知覚、表彰、注意、死などが主なる問題を形成している。これに反して中世の哲学的心理学においてはいかがであるか。情緒もしくは情念、パッションズはそれの最も好んで取り扱った対象であった。近世の始めにあたっても、 デカルトやスピノザは、その種致主義的傾向にもかかわらず、また常年について詳細な、卓越した研究を残している。我々が足をギリシアの思想世界の中に踏み入れるとき、そこには全く新しい展望が開ける。我々はもはやいわゆる主観の概念に出会うことがない。今日主観と呼ぶ代わりにギリシア人は我々、目外事、と言った。 主観が我々であると同時に、主観の内容としての意識に対して、我々は言葉、ラムダ語外字、として内容を規定された。ギリシア人にとっては人間は本質的に社会的であり、孤独なる人間というがごときはそれ自身矛盾した概念であった。従って我は最初から我々を意味する。そして社会的である限り、 意識は常にただロゴスによって代表され、むしろロゴスにおいてのみ存在することができる。そこで彼らは人間鬼への規定において、すなわち社会的なる生存、ゼータオンポリティクニューとして、言葉ある生存、ゼータオンロジスティクニューとして、最も根本的に規定し得ると考えたのである。社会的に生きる限り、 個人の意識は公共的なる存在である言葉の中に埋没する。個人は自己の意識を言葉をもって表現することによって、それの主観性を言葉の中に没入せしめて、それを公共的ならしめることなしには、社会的に交渉し得ない。言葉こそ社会において唯一の現実的なる意識である。人間を歴史的社会的存在として考察したマルクス入っている。 言葉は意識と共に古い。言葉は実践的なる、他の人間に対しても存在する、従って私自身にとっても存在する、現実的なる意識である。そして言葉は、意識と同じく、他の人間との交通の欲望と必要とから初めて、生ずるアスタリスク。ここでは運動する空気の層、音。 簡単に言えば言葉の形式において現れる物質と結合した精神が意識と考えられたのである。物質を呪う、純粋なる意識は実践的であることができない。我々はフォイエルバッファにおいても同じような思想を見出すことができる。人間は人間に話すという器官を通じて彼の最も内面的な思想、感情、欲望を自ら進んで伝達する。 ところでこの感性的に言い表された本質から区別されて、魂、内面、本質そのものは一体何であるのかアスタリスクアスタリスク。アスタリスクマルクス・エンゲルス・アーカイブ、外事、BDS247。アスタリスクアスタリスクファーバック、ワイダーデン・デュアリスマス・ボン・レイブ・ウント・セーレ ETC、外事、343。 それゆえに私は進んで言葉が存在に及ぼす働きのうち最も注目すべきものに関して研究しよう。言葉はその具体性において社会的である。話すということは、ある人が、あるものについて、ある人に対して話すという構造を持っているアスタリスク。言葉のこの構造によって、語られたものは、語る私のものでもなく、聞く彼のものでもなく、 誰という特定の人のものでなく、我々の共同のものになる。この時存在を所有するものは、我々、であり、世間であり、反中的なる意味における。人、ドイツ語の、マン、フランス語の、オン、である。言葉の媒介を通じて初めて存在は十分なる意味で公共的となる。 そして世界を相互い,いに公共的に所有することによってまた初めて社会は成立する。言葉が社会的であるというのは、言葉によって社会が存在するということである。アリストテレスも人間がロゴスを持っていることが彼の特に社会的なる存在である理由だと述べているアスタリスクアスタリスク。しかるに存在が言葉によって表現されて社会的となり。人。 という範疇において成立する世界へ入ってくるとき、それは一つの著しい性格を担うに至る。我々が存在の凡庸性もしくは中和性と名付けるものがそれである。私が今机を買いに行くとする。私は家具屋の主人に向かって、机をくれ、という。このとき彼は私を直ちに理解して、若干の机を取り出して私に示すであろう。 彼が私を理解し得るのは机が言葉において中和的にされているからである。家具店よりのきと私は電車に乗る。車の中には好意交換の人もあるであろう。バスへの商人もあるであろう。また悲しみにあてる人もあり、喜びにあふれたる人もあるであろう。しかしながらこの場合それらの人々のすべては乗客という言葉において防御化され、 むしろこの言葉の見地から経験されるのである。その時二三の空席が車中に見出されるならば、私はそのいずれであるかを構わず私に与えられた席に腰を下ろすであろう。それはそれらの空席がすべて空席として中和的にあるからである。存在が各のごとく中和性においてあることによって、我々の特に社会的なる実践は可能になる。 机がもし中和的に存在し得ないならば、商人は机を売り、私は机を買うことは不可能であるであろう。言葉はその根源性において理論的でなくかえって実践的である。存在の凡庸性の現象はこのことを何よりも明らかにする。言葉が本来社会的実践的であるということを理解するのは、 ロゴスと共にまず第一に論理あるいは理論を考えることに慣れている今の人々にとって極めて大切である。そのことと関係して存在の中和性があたかも概念の普遍性に基づくもののごとくみなす普通に行われている誤解から、人は全く自由にならねばならぬ。私が家具屋と理解し合うのは机という概念の普遍性によるのである、と一般には思われている。しかしながら、 私が、机をくれ、というとき、私は抽象的なる、すなわち理論的に普遍的なる机を意味しているのではなく、かえって私は一個の具体的なる、現実的なる机を買おうと欲しているのである。しかもそのとき机という言葉は私が商人の示す手術なる机を選択肢銀にした後買って帰るところの全く特定の机をまさに最初から意味しているわけでもない。 もしそうであるならば、なぜに商人は一個の机の代わりに数個の机を取り出し、そしてなぜに私は選択と吟味を行うかは理解しがたきことであろう。存在の中和性は概念の抽象性もしくは普遍性によって成立するのでもなく、また反対にそれの特殊性もしくは個別性によって基礎づけられているのでもない。むしろそれは独立なる。 具体的なる、しかもそれぞれの存在を表現する。簡単に言えば、それは存在のジュエイリグケイットの意義である。現実のどれでもの存在が凡庸性ということによって意味される。アリストテレスの言うタウカストンとはかかる性格における存在であって、多くの場合考えられているように個別的なるものの意義ではない。言葉が最初には実践的性質のものであり、 そしてこの実践が本質的には社会的性質のものであるところに存在の凡庸性はその根源を持っている。この時存在はもちろん交渉的存在である。前段で述べた。意識主観の形式にあってはそれに対するものは客観または対象としての存在であるが、これに反して。言葉、我々の形式においてそれに対するものは交渉的存在であるのほかない。 それゆえにギリシア人は物をプルグマという語で表した。ところで存在の凡庸性において意識の埋没の行われることは元より明らかであろう。我々が存在に対して懐く愛も憎しみも、主観的なるもの、内面的なるものの一切はそこでは埋没してしまい、従って存在の主観的なる、内面的なる規定はそこでは隠され覆われてしまう。 けれども隠して失われるものに比して得られるものは一層大であるであろう。人間の社会的なる、実践的なる規定はそこにおいて発揮され、満足させられることができるのである。しかしながら、最も注意すべきことには、かつてはこのように人間の社会性を発展させることに役立ち得た存在の凡庸性は、今ではそれの発展に対する漆黒にまで転化した。 かかる転嫁が行われるためには、現実の存在そのものの構造においてすでに重大な変化が成就されていなければならない。けだし近代における存在の凡庸化の原理は商品である。商品が次第に支配的範疇となり、ついには普遍的範疇となるに及んで存在の凡庸性は人間の社会性の発展を拘束し、妨害することにまで到達した。 存在の凡庸性は隠して矛盾に陥り、それとともにロゴスもまた同じ矛盾に陥らねばならなかった。我々はこのことについて考察を試みるであろう。アスタリスクアリストテレスは言葉が三つのものから結合されていることをすでに述べている。すなわち第一には話す人、ラムダガイジボン第二にはそれについて彼が話すところのもの、 パイローオミクロンダムダ外事ガンマイオタ。第3にはその人に対して彼が話すところの人。プル外事、ニュー。アリストテレス、アルスルトリカエー。3。アスタリスクアスタリスクダーゼルブ、ポリティカエー。2。資本主義社会の全体を明らかにし、それの根本的性格を示そうとした、マルクスの二つの大なる。 成熟した著作が共に商品のの分析をもってて始められいいるのは偶然でない社会とは近代においては現実には商品生産社会である。人類の発展の現段階にあってはいかなる問題もそれの究極の分析は必ず商品を指し示しそれの最後の謎は常に商品の構造のうちに横たわっている。 商品の問題は特殊科学としての経済学の特殊問題ではなく、さらにそれの中心問題であるばかりでなく、かえって資本主義社会そのものの全体的なる問題である。商品の構造はこの社会におけるあらゆる存在の対象性の形式の原型である。この社会的特性に応じて存在の凡庸化の傾向は極限にまで押し広げられる。 そしてそれに応じて意識は我々の現実の生活からますます埋没し、かくて存在の物質化はいよいよ支配的となる。そこでは人間の労働、その最も内面的なるものも、一個の商品に過ぎない。最も物質的なる労働といえども、もとよりそれが精神的なる意味を有し得ることを妨げるものではない。ある時は他に仕えて他のために働くということが、 一つの道義的精神の現れであることもあったであろう。しかるに商品が全体の社会的存在の普遍的範疇として支配する資本主義社会においては、単に人間相互の間の意識的なる関係のみならず、一切の社会的関係そのものが埋没し、没入してしまう。商品の構造の本質は人間の間の関係が物質性の性格を得、 かようにしてこのものにそれ自身の厳密な法則性において人間の間の関係の一切の痕跡を隠蔽するところの、かの妖怪的対象性を付与するところに存在する。本来各々の労働は社会的全体的労働の一部分であり、そしてそれらのすべての部分は互いに依存する。ところがそのことは、我々の社会においては、 事実上は相互のために働くところの人間の間の社会的連関は我々の目に隠されてしまうような形式において行われているのである。資本主義の世界においては人間の間における労働結合は目に見えぬものである。それは何によってであるか。事物がすべて商品の形態をとり、市場において運動し、そして人間が合理的に市場を支配するのでなく、 かえって市場がその価格をもって人間を支配しているからである。人間の間の関係破格のごとくにして商品の間における関係として現れる。これがまさにマルクスが、商品の魔術性、フェティシュチャラクターデアウェア、と呼んでその秘密を暴露したところのものの意義である。彼は次のごとく記している。商品形態の税秘密はそれゆえに単純に、 それが人間に彼ら自身の労働の社会的性質を、労働生産物そのものの対象的性質として、これらのものの社会的なる自然性質として反射し、隠してまた総労働に対する生産者の社会的関係を彼らの外部に存在する対象の社会的関係として反射するところに横たわっている。このクイどくろこによって、労働生産物は商品、 すなわち感性的に超感性的なる、あるいは社会的なるものとなる。ここに人々の目に物と物との関係の幻想的形態をとって映るものは、ただ人間自身の一定の社会的関係に他ならないアスタリスク。商品の世界のこの魔術的性質は、商品を生産する労働の特有なる社会的性質から生ずるのである。この根本的事実によって、 その背後に真実には人間の相互的労働が隠れている事物の運動は自己の法則に従って固有の運動をし、そして逆に人間を支配するに至る。それによって、人間に彼自身の活動彼自身の労働がある客観的なるもの、彼から独立なるもの、すなわち商品として彼を人間とは縁なき自身の法則性によって支配するものとして対立することとなる。簡単に言えば、 人間は人間自らの作ったものによって支配される。ここにおいて、人間の自己阻害、代名スクリーチセルブステントフレムダング、は成就される。資本主義社会の特質は存在の凡庸化が核のごとき自己阻害において普遍的に完成するところにある。アスタリスクダスキャピタル、ライジ、38から39。 この社会にあって無産者的存在の可能性はいかなるものであろうか。社会的存在の客観的現実性は、それの直接性においては、無産者にとっても有産者にとっても、同一である。けだし無産者は資本主義的社会秩序の必然的産物として現れる。一切の生の化の物質化をそれゆえに無産者は有産者と共同に分有する。 しかしながら、両階級がこの同一なる直接的現実性を、それの媒介性において、本来の拡大的現実性にまで高める範疇は、両階級の存在の存在の仕方の合い異なるに従って、根本的に合い異なるものでなければならぬ。マルクスはこのことを次のごとき明瞭な言葉をもって言い表している。 有三階級と無三者の階級とは同一の人間的自己阻害を言わす。しかし第一の階級はこの自己阻害において幸福さと確実さを感じ、この阻害を彼自身の力として知り、そしてそれにおいて人間的存在の過小を所有する。第二の者はこの阻害において否定されたのを感じ、それにおいて彼の無力と否認感的存在の現実性を見る。 彼はさらに我々に語る。一切の人間性からの人間性の過小からさえもの抽象は、発達したプロレタリアートにおいて実践的に完成されているがゆえに、プロレタリアートの生活条件のうちに、今の社会のすべての生活条件はそれの最も非人間的頂点において総括されているがゆえに、人間はプロレタリアートにおいて自己自身を防止しており、 しかしながら同時にこの防失の理論的意識を得たのみならず、またもはや拒むべからざる、もはや覆うべからざる、絶対的に命令するところの窮迫に、必然性の実践的表現に、よって直接的に、この否認間性に対する反逆にまで余儀なくされているがゆえに、それゆえにプロレタリアートは自己を解放し得るし、また解放せざるを得ぬアスタリスク。このようにして、 同じ直接的現実性に対して相反する二様の実践的態度が可能となる。有三者はこの社会の自己阻害において彼らの存在を肯定されているから、その存在の必然性に従って、この阻害の現象形態をそれの資本主義的地盤から、従ってそれの歴史性から言う話せしめて、それを独立のものとし、そしてそれを、 商品形態において構造づけられた人間の間の関係を、人間の関係の可能性一般の無時間的なる典型として永遠化する。核のごとき永遠化は一応可能であるかのごとく見える。なぜなら今や商品の構造は社会的存在一般の対象性の原型として普遍的意味を担うことにまで到達したからである。 そこで彼らはこの永遠化を実現するためにいわゆる永遠なるイデオロギーを打ち立ていわゆる普遍妥当的なる理論を突き上げる真実を言えばこのそれ自身抽象的なる永遠性もしくは普遍妥当性は商品における人間の自己阻害の人間性そのものからの抽象の繁栄に他ならない資本主義の発展の過程において 商品の構造は絶えず一層深く、一層運命的に、一層構成的に人間の意識の中に入ってゆく。あらゆるロゴスは商品の範疇の普遍的なる、決定的なる支配のもとに、人間から抽象された、従って現実の存在から有利された、悪しき意味におけるイデオロギーに移り変わってゆき、隠して逆に人間性の発展を抑制し、圧迫する。 しかしながら有三者にはこのようなイデオロギーを批判する可能性がその存在のうちに与えられていない。なぜかならば彼らの存在はそこにおいて直接に肯定されており、それゆえに存在を家庭において、歴史において考察することが拒まれているからである。これに反して、無三者は現在の社会においてその存在が否定されているがゆえに、 まさしくその否定性のゆえに存在を運動性において、歴史性において把握することができ、また把握せざるを得ない。彼らはいわゆる永遠なる理論が資本主義社会の歴史的条件の上に立っていることを理解する。支配階級の思想が各々の時代において支配的なる思想であるアスタリスクアスタリスク。 彼らはいわゆる普遍妥当的なるイデオロギーが有酸社会級のイデオロギーに過ぎないことを理解する。プロレタリアートは、その存在の必然性に従って、必然的に批判的である。私はさらにこの批判の特性、そしてそれと関係して、マルクス主義的唯物論の特性を見るであろう。アスタリスク大ヘイリゲファミリーオーダークリティクデアクリティシェンクリティク、ナックラス、 外事バンド S132-133 アスタリスクアスタリスクマルクス・エンゲルス・アーカイブ外事2652イデオロギーを現実からの有利において乱した批判は必然的に現実そのものから出発せねばならぬしたがって唯物論はその限りにおいてまず現実主義実証主義を意味するマルクスの戦勝として 宗教的イデオロギーの批判に従事したフォイエルバッハは、すでに記している。死弁は宗教をしてただ、死弁自らが考えた、そして宗教よりもはるかによく語ったところのものを、語らしめる。それは、宗教から事故を規定せしめることなく、宗教を規定する。それは事故から出ることがない。しかるに私は宗教をして事故自らを語らしめる。 私は単にそれの聞き手と通訳をなし、それの貢献をなさない。暗出することでなく、大いを去ること、現実の存在をあらわにすることが私の唯一の目的であった。正しく見ることが私の唯一の努力であったアスタリスク。すなわち、キリスト教の本質の中で彼の行おうとしたことは、 物に忠実な、それの対象に最も厳密にくっついてゆく、歴史的哲学的分析アスタリスクアスタリスク、アイネサック物流、イレムジェジェンスタンドジヒオーストレングストアンスクリエッセンド、ヒストリシュ・ヒロソフィッシュ・アナリーゼ、に他ならなかったのである。彼はまたこうも言っている。私は精神上の自然研究者に他ならぬ、ところで自然研究者は器具なしには、 物質的なる手段なしには何事もなし得ない。物質的なる手段とは経験のいいである。もし我々が同様の思想をマルクスにおいて見出し得なかったならばむしろ不思議であるであろう。実際彼入っている。我々がそれをもって始めるところの前提は、随意なものではなく、ドグマではない。それは、それから一旗だ想像においてのみ抽象し得る、現実的な前提である。 これらの前提は純粋に経験的な方法で確かめられることができるアスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。また我々は、この考察の仕方は無前提ではない。それは現実的な前提から出発し、それを瞬時といえども離れない。その前提は、何らかの空想的な閉鎖性と固定性における人間ではなく、 かえって一定の条件のもとにおける彼らの現実的な、経験的に見ることのできる発展過程における人間である。という言葉に出会う。マルクスは唯物史観の歴史考察を従来の関連的な歴史叙述に対立せしめて、現実的な歴史叙述、ダイレアーレジェスキッツカーイバングと呼んでいるアスタリスク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 。 あたかもそのようにマルクス主義は本来の意味における現実主義である。そしてこのことはマルクス主義の理論的構成の必然的帰結であるであろう。この理論はもともと事故のうちに実践の契機を含んでいる。しかるに存在に対して実践的に働きかけ、それを実践的に支配し得るためには存在それ自身の法則を認識せねばならぬ。 自然はそれに従うのでなければ征服されない、とはベーコンの有名な言葉である。現実の変革の理論は、現実にどこまでもかぶりついてそれの運動の法則を見極めるほか方法を持つことができぬ。マルクス主義は、革命の理論として、現実から言う話した悪しき意味におけるイデオロギーではあり得ないのである。アスタリスクゴリードズアーツウェイテンオーフレージボム、 ウェセンデス・クリステン・サムズ、外事283。アスタリスク・アスタリスク・オーピーシト、外事290。アスタリスク・アスタリスク・アスタリスク・マルクス・エンゲルス・アーカイブ、外事237。アスタリスク・アスタリスク・アスタリスク・アスタリザ・クリティク・デア・ポリティシェン・外事好みへ唯有意物論の批判的実践的意義を認識することは極めて重要である。 マルクスは、神聖家族においてフランスの唯物論と退質するに際して、それのこの意義を明らかにしている。彼に従えば、フランスの唯物論にはその起源をデカルトに持つ者と、ロックに持つ者との二つの方向が存在する。前者は本来の自然科学の中へ流れ込んでしまったに反して、後者は直接に社会主義または共産主義と結合した。 例えばフーリエは直接にフランスの唯物論の思想から出立している。共産主義と18世紀の唯物論との連関は、主として、このものが進学や関連論的な刑事上学、そして両者から影響されている道徳に対して行った批判の鋭さのうちに損する。唯物論は進学の独断的な信仰。 刑事上学と倫理学との特永遠なる観念や理念に反対して、時と境遇とに応じて人間の道徳や価値判断の変化することを教えた。マルクスはイギリス及びフランスの社会主義または共産主義が唯物論の社会批判的方面と特に密接に結合していることを示している。彼は、人間の法性の善、平等な知的天文、経験、習慣、 教育の万能、人間に対する外的境遇の影響、産業の重大な意味、協楽の是認、等々に関する唯物論の説から、それと共産主義及び社会主義との必然的な連関を同権するには、大なる敬願を少しも必要としないアスタリスク。と述べた。唯物論の実践哲学が何よりも特に共産主義の基礎であったのである。しかしながら、 マルクスは同時に、この実践哲学が何よりも特に共産主義の基礎であったのである。しかしながら、マルクスは同時に、この実践哲学と関係する唯物論の理論的方面の、従ってまたこの実践哲学そのものの欠陥を曲がう方なく認識した。この欠陥は第一に、18世紀の機械的唯物論が存在の歴史性について何事も理解しなかったところにある。 それゆえにそれは一つの抽象的理論に終わり、その上に立てられた実践哲学はまた一つの空想に終わらねばならなかった。それは間に現実的な、そしてその意味において真に学問的な方法を知らなかった。マルクスは、資本、の中で、抽象的、自然科学的唯物論の欠陥が歴史的過程を除外するにあるアスタリスクアスタリスク、ことを記している。 これに反して、唯一の唯物論的な、そしてそれゆえに学問的な方法、ダイアインジグマテリアリスティシュウントダーアウィッセンズチャフトリーチメソドであるマルクス的方法は、現実をそれの現実性において、歴史的過程において把握する。第二に、あらゆる従来の唯物論、フォイエルバッハのそれをも計算に入れて、の主欠陥は対象。 現実性、感性がただ客観のまたは直感の形式のもとにおいてのみ把握され、感性的、人間的活動、実践として把握されず、主観的に把握されないことであるアスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。いわゆる、純粋なる唯物論者たちは、人間を性的、感傷的存在として分析し、分解する。これに反してマルクス主義にとっては、生産行為。 人間相互と自然との材料交換行為が人間の存在の生活の意識の規定である。はじめに行為があった AM アンファンワーダイティ AT、それゆえに人間は死する前に行為していた。これがマルクス主義的唯物論の根底である。アスタリスクナクラス、二百238から239 アスタリスクアスタリスクダスキャピタル、外耳 S、336アンム外耳オーコング。アスタリスクアスタリスクアスタリスクダイス線外耳ベルファーバック、外耳従来の唯物論はあたかも右の欠陥のゆえに、それの上に立つ変革的実践は単にユートピアを描くにとどまり、 あるいはそれ自身は現存の世界の革命的変革に至ることなく単にイデオロギーの理論的変革を要求するにとどまった。これらの唯物論はすべて片和である。怪我し唯物論は空想的実践に走るときそれの現実主義的本質を失い、イデオロギーの範囲内に終始するときそれの唯物主義的特質を発揮し得ないからである。簡単に言えば、 それらのすべては理論と実践との弁償法的統一を理解しない。これを把握するものはまさにマルクス主義的唯物論である。このものは第一に理論を重んずる。それはユートピア的社会主義に対して自己を科学的社会主義として規定する。革命の理論なくしていかなる革命の運動もあり得ない、例人とはそれのモットーである。 現実の忠実な歴史的哲学的分析がそれの第一の課題である。第二にこの唯物論は本質的に実践的である。マルクスは言う。実践的唯物論者、すなわち共産主義者にとっては、現存の世界を革命すること、現在の事物に実践的に働きかけ変化することが問題であるアスタリスク。しかしながら、 マルクス主義は理論と実践とを、第一のもの、第二のものとして、単に対立せしめるのでなく、かえって両者を弁償法的統一に持ちきたす。そこでは理論は実践の要求する限りの理論であり、実践は理論に指導される限りの実践である。理論と実践との対立ものは相互に制約し合い、実践は理論に指導されることによって発展し、 隠して発展した実践はさらに新しき段階における理論を要求する。理論は実践を発展させるとともに事故を発展させ、隠して発展した理論はさらに新しき段階における実践を要求する。理論と実践とはかかる必然的統一において各々の段階を通じて相互に発展する。各のごとき弁償法的統一のゆえに、 理論は決して現実の地盤から有利することができない。マルクス主義が一つのイデオロギーでありながら、決して悪しき意味におけるイデオロギーであり得ない理由は根本的にはここに横たわっている。またあたかもそのゆえに、人はマルクス主義の概念のもとに固定したドグマをこううべきでなく、かえって常に発展の過程にある現実的なる理論を理解すべきである。 そしてマルクス主義が従来の哲学的擁護法における相対主義もしくは絶対主義のいかなるものでもない理由は、またまさにそのゆえである。この理論と実践との弁証法的統一においてマルクス主義はそれの現実性の頂点に到達する。マルクス主義が単に従来の唯物論に対してのみならず、またあらゆる観念論に対して、理論として有する最も固有なるもの、 最も優越なるものは、実に核のごとき弁償法のうちに表現されている。そしてこのような特質はマルクス主義が無三者的基礎経験をそれの現実の地盤とする限り必然的なる帰結として生まれるであろう。今一人の労働者が机を作るとせよ、彼は木材をノコで引き、それにガンナをかけ、のみで穴をうがち、そしてそれを組み合わせる。 このことは彼の労働過程そのものから段階的に要求される。ノコギリで引くとき彼はその法則を必要とする。けれどそのとき彼はガンナを用いる法則を必要としない。このものは彼がガンナをかける段階にまで進んだとき初めて必要とされるのである。ノコギリで引く実践は必然的にガンナをかける法則を要求するに至る。 あるいはノコを用いる法則は必然的にガンナを使う法則にまで転化する。核のごとく、無三者的労働者にあっては理論と実践とは弁償法的統一にあり、これなくしては彼は彼の存在を持ち得ないから、彼にとってはいわゆるイデオロギーは成立のしようもないのである。アスタリスクマルクス・エンゲルスアーカイブ、外事241 マルクス主義は理論と実践との弁償法的統一を知るがゆえに、それはいかなる統一をも、いかなるゾルレンをも知り得ない。マルクスは言う。共産主義は我々にとって作り出さるべき状態ではない、現実がそれに準ぜねばならぬ理想ではない。我々は今の状態を使用するところの現実的なる運動を共産主義と呼ぶ。 この運動の諸条件は今現存する前提から生ずるアスタリスク。そこでエンゲルスもまた言っている。マルクスはそれゆえに彼の共産主義的要求を決して我々の道徳的感情の上に基礎づけなかった。かえって彼はそれを我々の眼前で毎日日増しに成就されつつある、資本主義的生産社会の必然的な崩壊の上に基礎づけた。彼は一つの単純な事実である。 乗余価値は支払われざる労働から構成されているということを語るのをもって満足するアスタリスクアスタリスク。ところでマルクス主義に従えば、この理論的な必然性は必ず実践的な表現を得ていなければならない。プロレタリアートの旧白、ノースはまさにこの必然性の実践的な表現。デアプラクティシュ・オースドラック・デアノス・ウェンディグ・ケイット。 であるるとマルクスは考える今や人類の大衆が全く、無産となり終わり、彼らの貧困はもはや忍びがたきものとなった。かかる現実を将来した資本主義的生産方法はもはや、耐えがたき、力となり、それを革命することはもはややむを得ざることとなった。 無産者の生活の窮迫は隠してもはや拒否し得ぬ絶対的命令において社会の変革を命令する。これがマルクス主義の理論の実践的前提である。マルクス主義は理論と実践との弁償法的統一の上に立つがゆえに、全無3階級の物質的貧困と窮迫等をその理論のうちに使用する。 ここにマルクス主義が自己を唯物論として規定する一つの根源は横たわっている。アスタリスクマルクス・エンゲルス・アーカイブ、外事、252。アスタリスクアスタリスクに外事リデラ・フィロソフィー、TR 外事フェイス、提示。外事。さて、無産者は彼らの基礎経験の特殊なる構造のゆえに生まれながらの弁償論者であるから。 彼らは自己を物質的窮帽から解放するために、全く物質化された彼らの現実、そして全社会そのものの現実とは少しの縁もなきなんだか精神的なる方法に従うことができない。むしろ彼らの物質的要求を最も徹底的に主張することによってのみ、単に彼らの現実のみならず、現実の全社会を変革し得ることをこの弁償法は彼らに必然的に認識せしめる。 しかしながら、真実を語るならば、物質の最も徹底的なる主張によって解放されるものは、弁証法の本質に従って単に物質のみではないのである。すでにマルクス入っている。プロレタリアートはだが彼自身の生活条件を使用することなくしては、自己自身を解放し得ない。 プロレタリーアートは彼の状態のうちに総括されている今日の社会の一切の非人間的生活条件を使用することなくしては彼自身の生活条件を使用し得ないアスタリスク。無産階級運動の本質は彼もしくはこれの無産者を解放することでなく、むしろ全無産階級を解放することであり、そしてこのことは無産者的存在そのものの歴史的本質に従って、 かえって一切の階級を使用することなくしては実現されない。あたかもそのように、物質の解放を要求する無産者は、これもしくは彼の物質的欲望の解放を要求するのでなく、むしろ全物質的生活の解放を要求するのであり、しかもこのことは、連証法的唯物論の内的本質そのものに従って、かえって全人間的生活を解放することなくしては成就されない。 最も徹底的に主張することによって解放されるのは単なる物質のみではない、単なる精神ではもとよりない。かえって物質と精神とは使用されて全体の人間性そのものが解放されるのである。そこでは虐げられた物質は自由となるであろう、埋没した意識は回復されるであろう。そこでは物質的精神的人間の全体がそれの全体性において輝き始める。 私は私の研究が私的唯物論としてのマルクス主義に多少の解明を与えたことを期待する。アスタリスクナクラス、外事、133、1927.7、定本、現代日本思想体系33、筑書房処九1966、昭和41、年5月30日初版発行、1975、 昭和50年5月30日初版第14釣り。定本の親本。唯物史観と現代の意識。岩波書店。1928昭和3年5月間。書出。思想。1927昭和2年8月号。定本の二重山括弧は、ルビ記号と重複するため、学術記号の。非常に小さい。 2の67と非常に大きい2の68に変えて入力しました。底本の亀甲括弧はアクセント記号と重複するため山括弧の50年1月1日と51年1月1日に変えて入力しました。本作品は遺物史観と現代の意識に第2章として集載されています。 語植の確認には、三木清全集第3巻、岩波書店、1966、昭和41、年12月17日発行を参照しました。入力、ふみこ、厚生川山高、2011年10月12日作成、青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、 h t t p w w w a o z o r a g r j p で作られました。入力・構成・制作に当たったのはボランティアの皆さんです。